ルシアン・ファーブルは、スイス産パルテルミー出身の元サッカー選手、現サッカー指導者。現役時代のポジションはミッドフィールダー。ルシアン・ファブレと表記されることもある。選手時代は、ヌーシャテルザマックスやセルベット FC でプレー。エレガントなテクニックと、知性的なゲームメーカーとしてのプレイスタイルは、ミシェル・プラティニと比較された。1985年9月13日セルベット。 FC 界ベウェイスポルト戦でピエール・アルベール・シャピュイサのファウルにより左膝の半月板前後十字人体を含む複数人体断裂の重傷を負った。この行為は審判によってファウルと認められなかったがその後の民事裁判の末シャピュイサには障害罪により5000フランケンの罰金刑が言い渡されている。怪我からのカムバック後は1987年から インテルナツヨナーレミラノから加入したカール・ハインツルンメニゲと共にセルベット FC でプレーしている。現役引退は1991年。1993年、ジュニアチームを指導していた FC エシャレンの監督就任の前にヨハン・クライフが監督を務める FC バルセロナで15日間の研修を行う。オフ・ザ・ボールにおける動き、ショートパスを重要視する指導スタイル。 ののの系統はこの時の経験に由来しているイワドン・スポルト FC、セルベット FC を経て2003年 FC チューリッヒの監督に就任。2005年にチームをスイスカップ優勝へ導く。続く2006年、スーパーリーグ優勝。さらに翌年にはリーグ連覇を達成し、2年連続で年間最優秀監督へと選出される。 ヘルタ・ベルリン監督時代2007年から3年契約のオファーを受けヘルタ・ベルリンで監督業に従事。2008から09シーズンにはブンデスリーガを4位で、OEUEFA ヨーロッパリーグ出場権を獲得した。翌2009から10シーズンは、クラブの経営難から選手の引き止め、及び補強が思うようにいかず、開幕直後から6連敗で最下位まで転落。 2009年9月28日、7節目の試合直後に監督を解任された。ボルシア・メンヒ・エングラートバッハ監督時代2011年2月14日、ミハエル・フロンチェック監督解任の翌日から、ボルシア・メンヒ・エングラートバッハで監督として指導に当たる。22節終了時点で勝ち点16、ブンデスリーガ再開のチームを引き継いだが残された12試合で勝ち点20を 獲得、入れ替え戦出場権を手に入れると、ホームアウェイで、VFL 暴風に勝利、一部残留を実現させた。2011から12シーズン開幕戦、バイエルンミュンヘン相手のアウェー戦で勝利を収めると、第3節には首位を獲得、その後もシーズンを通して上位に食い込んだ。また、DFB ポカール準決勝にも駒を進めたが、バイエルンミュンヘン相手に延長。 pk 戦の末敗れている。前シーズンのメンバーをほとんど入れ替えることなく、リーグ戦4位でシーズンを終え、UEFA ヨーロッパリーグ出場権をかけた、プレーオフへの切符を手に入れた。オリンピックマルセイユなどのオファーを断り2012年6月には、ボルシア・メンヒエングラートバッハとの契約を2015年まで更新し、2014から15シーズンはリーグ3位で終え、チームを UEFA チャンピオンズリーグ出場に導いたが、翌2015から16シーズンは、開幕から不振に苦しみ、2015年9月20日に退任した。2016年5月24日、オグック・ニースの監督に就任した。2018年5月22日、ボルシアドルトムントの監督に就任した。契約期間は2020年6月まで。しかし、派遣を期待されながら、 二年連続2位で終了。そして2020年12月12日の VFB シュトットガルト戦では1の5の大敗を喫し、翌日解任された。ありがとうございます。